はい、おはようございます。今日はトトちゃんまた寝てますね。おい、トトちゃん。はい、トトちゃん。はい、ムコちゃん。ズムちゃんね。これ噛む？これはちょっとまだ恐怖やね。はい、ももちゃん。ももちゃんそこにおんかな。で、キタロウちゃんやね。キタロウちゃんも。それで、ミナコが今ここで。ミナコはここ結構気に入ってますからね。何怒ってんの、ミナちゃん。ミナちゃん。ミナちゃん。前にね、誰か言うてはったようにね、ミナコのね、何でしたっけ、物語。またこの前、撮ってんけど、結局撮って、やらずで忘れてましたね。もう動画もどこ行ったか分からないなと思ってね。また、したいなと思うけどね、続きで。はい、その、残るよう。クロちゃん、あ、クロちゃん奥で見てんだ。うん、怒ってますね。どうしたんや。で、こんなちっちゃい子がこなして、怒るって、ほんとに、相当怖い目を感じたね。はい、ママ。あ、ようやくね、ちょっと。ついてきたんかなみたいなね、こんな感じで、ね、美人なままですよ、この子も ね、まあね、やっぱり市内ので住んでる子はね、過酷やからね、かなり怖いんでしょうね。車とかね、バンバン通ってくるしね。凛ちゃん、ね、で、あ、これももちゃんね、ももちゃんね、ももちゃんこっちにどうしたの、ね、これでちょっと声聞こえにくいかな。たまにちっちゃい時あるからね。あ、マイドちゃんね、マイドちゃん、まあ、また入れる入れる言うて、またちょっと時間いろいろちょっとね、あれでね。シャコちゃん、シャコちゃん、おいで。シャコちゃん、おいで。ここやったら怒るんやね、なんか知らんけど。シャコちゃん、おいで、おいで、はい、シャコちゃん、シャコちゃん、シャコちゃん、なんでそんな子んや、なんでだ、気持ちよかったのお前も、あ、ねえ、怒ってますね。はい、シュウタロウ君、シュウタロウ君、大島さんが一番ね、シュウタロウ君好きなんかな。シュウタロウ君じゃね、また間違ってますね、キノコちゃん、間違ってます。まだキノコちゃん、これ、この子キノコちゃん。色で見たらシュータロ君やもんね。ね、はい。ヒラリちゃん。ね。それで、マリ、あ、マリ、マイルちゃん、どうぞ。サブちゃんはここかな。サブちゃんここのおめんこは。サブちゃんと、ね、ランちゃん。あ、ララちゃんね。それでママ。ママ眠たそうかもしれない。ね。寝てますね、ママ。はい、マロンちゃん、マロンちゃんもまた宮に、まあこの子はよう昔から宮に出てくるだろう、これがね、ほんまにちょっともうたやつあるんだよね。これでちょっと拭きますね。前にもうたやつ。はい、スジちゃん、スジちゃんもね、好きや言う人もいてましたね。この子可愛いからね、やっぱりスジちゃんもね、おとなしいで一匹で買うのね、一番いいんちゃうかな。まあこんな感じで、まあ、昨日はね、エアドッグね、来て、ね、いろんな菌取ってもらえるということで、ね、期待はしてるんやけど、ほんでね、空気がきれいかったら、マロンちゃんなんかもね、入れてもいいかな、思ったりね、そうやったらヒラリちゃんも連れて行かなあかんかな、思って、あっち側が目いっぱいになってまうからね、ほんまはね、ここをちょっと減らして、ミギちゃんとムーちゃんをこの中でね、検査、ね、2回3回の検査が無事何もなかったらここにね入れてあげたいなと思ったり、というかゲージ、多分6段ゲージが 一挙に一緒になるゲージをね、和室に置いて、それで右ちゃんムーちゃん一旦あそこに入れとく方がええんか、いろいろ悩むんやけどね。まあまだ3ヶ月経ったから言うて他の子とねやっぱり触れさすのはちょっとなかなか勇気のいる行動やからね、なかなかね気にはしてなってんやけどね、うん。まあこんな感じでね、まあいろいろね、大きいゲージやからね、なんか
和室において使うか どこにおいて使うかいうのはちょっとなかなか、ね、決まらんな流れだ組み立てます発表やってんけどね、どこに使おうかなってね、まあ、これからはね、愛護法っていうかね、法律も変わってこういうゲージではダメになってくるかもわからないんでね、このちっちゃいから言うてゲージの大きさがね今度なんか変わる、今度って来年変わるようなこと言うてはったらね、こういうゲージは全部掘らなあかんのかな思ってね、もったいないけどね、まあかなりね矛盾なね、そこだけを法律でねやって野良猫の餌やりの罰則を今日ね、国は何も動かないという中の矛盾をポンさんは感じるんやけどね、まあトトちゃんおるところもまた子猫が3匹増えたとかね、まあまあそういうのでね、餌昨日もちょっと行ってきたんやけどね、公園に、まあ動画もちょっと撮ってんけど、まああえてあげないかってんけどね、西口にもちょっと公園にやっぱり餌は少ないんだけど、まあ魚をね与えてる家もあったけどね、そこに黒猫が来てたのだけ1匹見ましたね。それでまあこのトトちゃんのとこではまた増えてるという餌やりね、あそこはもうああいう人たちをねちょっとほんまにね、ポンさんもね捕まえたら捕獲器で捕まえたらって言うんやったら餌やりさんなのね、もう堂々と取ってね、今度直撃インタビューみたいにしたろうかな思ってね、ほんまにどう考えてるんかね、ほんまにそこらの話も聞いてもらえたらなと思うんでね、まあそういう動画もね今度撮っていきます。ポンさんがね捕獲器で撮ったらダメやいうことはね、そういうことをしてると猫が減らないからね、やっぱりポンさんはやっぱり野良猫、かわいそうな野良猫を減らすためにね、今後ね最後の人生をかけてやってるつもりなんですよ。だからほんまにねポンさんもここではもう保護できないようになってくるからね、やっぱりだからそれで増やさん、こういうねかわいそうなこういう命をねちょっとでもね増やさないようにするには、やっぱりああいう無責任な餌やり行動、人らもねもう堂々とこれから取ったりしてねやっていきます。もうそれを警察なりねもう言うて住所まで聞いたのかなと思って、ほんまにもうそうでもせんとねなんか矛盾を感じるからね、そういうとこだけねするのって、だからもうほんまにねみんながそういう勇気を持ってね、そういう餌だけをやる人たちをねやっぱりなくしていかないと、それで法律がやっぱり変わってもらわんとね、愛護法ではこういうのだけで、ね、規制かかって、それを保護団体もいっぱいなってきてんやからね、もうそこにこういう規制だけをかけて保護できないようにねだんだんなるわけやからね。だけど餌やりに対してね、そういうとこには国は何も動かない、もうこの矛盾さにねポンさんも怒り爆発やからね、ほんまに。まあだから餌やりの人に対してこれからねきつくやっていくつもりです。はい、以上です。ありがとうございます。ハッチーズから一言、餌やり行動だけでは不幸な子猫を増やすばかり、第一に去勢手術を行ってね。